これちょっと発売しましょう、これここでいろんな、これ見てください、これさっきと同じように、よいしょ、はい、うわいい香りですね。噛み切っていただいて、これ噛み切ってくれない、パッケージになりました。はい、どうもこんにちは、翔平です。今日はなんとですね、こちら有美野さんの、研究所と工場に来ております。なんとですね、前回有美野さんに作らせていただいた動画がかなりご好評いただきまして、今回なんと実際にこの有美野の研究所の中見学させていただいて、で実際にワックスとか作らせてもらえる体験をさせていただけるということで、これすごくない、これ、いや、すごいね、なかなかできないよね。めっちゃいい経験だよね、うん。早速ね、中入っていきたいと思います。はい、ということで、今回ですね、有美野さんの研究所と案内してくださる、今野さんです。はい、今野です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、どうぞ。あっよろしくお願いします。お願いします。お久しぶり。僕の美容学校の時の先生、酒本先生。やばい。6年ぶりぐらいですよね。いや、お久しぶりです。ご無沙汰しております。すごい、おもてなしが。すごい。ありがとうございます。わざわざこんな作っていただいて。すいません。じゃあ今日は、中、ちょっと見させていただきますので。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、すごい、本当に美容室ですね。そうですね、こちらで実際にこの開発しているものをテストしたりだとか、はいはい、こちらにモデルさんを呼びして、はい、なんか この空間あれば全然普通にサロンとして働けそうですね。そうです、こちらは弊社の歴代の、おー、はい、製品が、はい、並んでおります。見覚えしかないですね、本当にすごい親しみのあるものばっかりで。これ見てください、これ僕の一番最初のヘアセット動画200万回ぐらいあると思うんですけど、このね、動画を作ってから僕のね、ヘアセット動画始まったんだけど、まさかね、こっからこのね、研究所に来れることになるなんてね、いや、感慨深いですね、本当に。はい、で、こちらがあれですね、今回新しく出たダンスシリーズ、はい、懐かしい、これもう高校、中学生の時かな、結構前のやつですよね、これは。そうですね、はい、当時中学生だった時にこのサイズちょっとお値段するじゃないですか、うん、ちょっとなんか手出しづらくて憧れのワックスみたいな感じでしたね。懐かしい。あ、これうちのばあちゃんが使っててなぜかばあちゃん使ってるんですけど、それ初めて使わせてもらってね、すごいなんかスースーする、他のスプレーとは違う、なんかちょっとスースーした香りのもので、あとなんかファーってこうあんま勢いよく出なくて、すごいね、均等に出るっていうの、僕すごい昔めっちゃ使ってました。すいません、ちょっとなんか語りすぎました。いや、懐かしい商品が本当ありすぎて、いやー、ちょっと話したいこといっぱいあるんですけど、今日ちょっといっぱい見せていただくと思うので、はい、すいません、ちょっとお願いします。こちらが、こちらのオフィスですね。事務作業とかデスクワークはだいたいこちらでやっております。いい椅子ですねそうなんですね、めっちゃいい椅子ですね。よくお分かりになりました。僕もパソコン作業するので、はい、下が、実験スペースになります。あ、はい、まあ、そうです、実験スペースとああいう、まあ、デスクのスペース一緒になってるんですね、建物自体。そうですね、はい。うわ、すごい、うわ、ほんとなんか理科室みたいな懐かしい感じが。うわ、すげえ。こちらからご案内しましょうか。はい、じゃあちょっと一番奥の方から順々に。はい、こんにちは。ここでいろんなね、商品が生み出されてるわけなんですけど、ここら辺がカラーの開発をしている場所になります、はい、今ちょうど開発の一番大変な時期ということもあって、はい、必死に開発を。新商品。そうですね、はい、新商品。すっごい、もう見てるだけでめっちゃワクワクしますねカラー剤に使う染料を測る専用の部屋になる、はい、他にこう染料が飛び散らないようにというのを配慮しながら測っていきます、うんうんうん、
バイオに出てきそうだよね、この研究所。RE2 のネスト、組織ネストみたいな。でしか見たことない。初めて見たから。すいません、失礼します。染料がやっぱつく。あー、確かに黒い、かっこいいですよね。おしゃれですね。なんか、髪色とか髪型もおしゃれな人多いですよね。すごいブリーチしてすごい翔平さん大ファン。いやいや、そうなんですよ。YouTube 見てます。ありがとうございます。すいません。髪色自由みたいな感じなんですか？自由ですし、テストもやっぱり自分たちの髪の毛でやったり。めっちゃいい会社です。髪色自由な会社って。シャンプーし放題だし。うわすごい。美容師じゃなかったらちょっとこういうところで働きたくなりましたね。いやすごい。こちらの部屋は湿度と温度が一定になっていて、髪の毛なので湿度と温度でだいぶ状態変わると思うんですけども、一定の条件にして例えばその髪の毛の強度を測ったりだとか、特に今の季節なんて暑かったり湿気多かったりとかして、やっぱ実験結果だいぶ違ってきますよね。はい、全然変わってくるので。なるほど。なんかこの場所にずっといたらめちゃくちゃ健康な体になりそうですね。そうですね、もう日も当たらず、ね、湿度と温度は一定なの でこちらは微生物の実験ができるような部屋になっています。微生物。はい、やっぱり化粧品ですので、微生物がこう大好きなものが入ってたりしますので、腐らないように状態をこう確認したりだとか、その適正な防腐剤をどれくらい入れたらいいんだろうみたいなことを、こちらでテストすることができます。ここでなんか手入れて。そうですね、ここで菌を例えば、こういうふうにあるんですけど。あ、すごい。こういうのをちゃんと実験を得て製品になるわけですもんね。そうですね。よくなんか防腐剤フリーみたいな、はいはいはい、なんか商品も聞きますけど、はい、なんかそれが一概にいいっていうわけではないですか？そうですね。でやっぱり防腐剤フリーで防腐力が全くないとやっぱり菌が入ってしまうので、防腐剤フリーといっても防腐力を持たせるようにやっぱりそこは各社メーカーさんが工夫をしながら。なんか全然疑ってたわけではないんですけど、はいはい、これだけなんかやられてるっていうのをすごい見て今なんか安心しました。あ、なんかちゃんと本当にやられてるんだなみたいな、なんか全然イメージとかがつかなかったので、はい、あ、こういう感じでやってるんだなっていうのは、そう今日見れてよかったです。はい、ありがとうございます。いや、なんかこれだけこんだけこうもう何百回と研究とか重ねて、で結構美容師さんとかがこの体勢はどうのこうのって言ってレビューしてる動画あると思うんですけど、はい、なんかこんだけやったのになんかそんな軽くレビューされてちょっとイラッとしませんか？こんだけ頑張ったのにみたいな。そう、なんか僕もワックスとかいろいろレビューするんですけど、はいはい、ちょっとなんか恥ずかしくなってきましたね。やっぱりお客さんが使っていただいた声が全てですので、はいはい、そこがまあ僕たちは私たちはもう伝わるように、はい、工夫して作って、はい、ちょっと今後のなんかレビュー系の動画ちょっとちょっと敷居がだんだんちょっと高くなってきます。作ったものが安定かどうかっていうのを評価するんですけれども、はいはい、よりこう過酷な状態でテストをします。45度なんですけれども、45度の温かい状態に入れといて、よりこう不安定な状態でちゃんと安定でいられるか、あとはマイナス7度の氷点下の状態で確認をしています。一つのもの作るだけですごいいろんな工程をクリアしないと、だからいっぱいクリアしたけどここでダメだったらまた作り直しってことですか？もうまさにそういうことになります。僕らが使っている原料の、はい、倉庫になるんですけれども、はい、まあ、見ていただくと非常にたくさんのものがあるかと思います、はい、もう、はい、まあ、たくさんあって、でこれはこれで全てではなくて、これで一部ですね、弊社で扱っている原料の一部になります。はいはいはい、ここら辺のものをそれぞれ特徴がありますので組み合わせてどれが最適かっていうのを試しながら、見たことある名前もちらほらあるんですけど、はいはいはい、これを組み合わせるですね。これ配合が 0.1% でも違ったらまた全然違う質感だったりとか、はい、組み合わせは無限に近い中でベストのものをやっぱりこう選び出していくっていうところが非常に難しいところ。相当変態じゃないともう嫌になっちゃいますよね、これ。超こういうのなんか好きな人じゃないとなんか
プロダクト開発の洗礼を受けてますね。こういうことやっぱ研究所の人やられてるんだっていうのは。でこちらはですね、はい、電子顕微鏡ですね。はあ。普通の顕微鏡がこちらになるんですけれども、はい、これ例えば高校とか中学の理科の実験で使ってたと思うんですけれども、ね、こちらの顕微鏡よりももっとさらに細かく見れる顕微鏡になっています、もう目で見るのではなくて、はい、映像で。そうですね、こういったような髪の毛であっても、はい、細かく見れると。これってなんかすぐ使えるんですか？例えばなんか僕が今髪ピチってやってこれ見ることってできるんですか？お時間いただければ。え、そうなんですか、はい、ちょっとちょっとじゃあメンバーちょっと声かけます。いいですか？30分くらいいただいて。やった多分いただいて相当傷んでるので、はいはい、多分どんぐらいなのかな、なんか これ見れるかな。ちょっと一個気になったんですけど、これ多分マッチョな方いますね。トレーニーなら知ってると思うんですけど、マイプロテインのこのボトルがあるとマッチョな方いますね。いい感じの方が本当にいろんな方がいらっしゃいますね。なるほど。でこちらがですね、研究所でビーカーでは作れていたのに工場に持っていったらうまく作れないということが、まあ、多々あります。できるだけ工場に近い釜で試作みたいなのをしながらスケールアップするんですけども、ここら辺は工場のその窯のすごいちっちゃい版に。へぇいいですね。おぉ、すごい。こういうところもシミュレーションするんですね。そうですね、全部うちでは本当に大変なんですね。でこれ大体1個 その製品を作るってなった場合、はい、こういう研究を経てどれぐらいの制作期間になるんですか？そうですね、早ければ6ヶ月9ヶ月ぐらいで作ることももちろんできるんですけれども、ただそれは本当にものによって変わってくるので、中にはその2年ぐらいかけて作っているものもあれば、ここはまあケースバイケースになります。なるほど。いいんですか？はい、おお、アリミノ、すげえ。アリミノさんの研究所の方しか着れないやつですかね。おいいんですか？羽織っちゃってどうですか？研究者っぽい髪型がね、ちょっと髪型がちょっとします。ありがとうございます。はい、簡単に、はい、ワックスってどんなものでできてるのかみたいなものをちょっと、はい、お話しした後に実際に作っていこうかなと思います。はい、で、蜜ろうとかでしたっけ？そうです、蜜ろうとかもそうですし、はい、そういうろうのことを、まあ、ワックスって言いましたので、はい、動画でワックス作ってましたよね。はい、そうですね、僕も一応前の会社行った時に一緒にやろうみたいな感じでちょろっとプロダクト開発のあれはあって、本当触りだけやったことがあります。はい、もうなんかセット力を高めたいってなったらこのろうの割合を多くするとか。そうですね、っていう方法でもできますし、はい、まあ、それ以外の例えば逆に液体の油を減らすとか、あ、そういうことでも説得力を高めたりとかっていうのができたり。じゃあちょっと実際に僕の髪切っていただいて、これを顕微鏡で。はい、じゃあいただきます。はい、あ、はい、いただきました。はい、なのでじゃあこの紙を、顕微鏡で後ほど、はい、ありがとうございます。外しましょう。はい、お願いします。はい、これがロウ。そうです、こちらがミツロウ。ミツロウ。こんなカチカチなんですね。そうなんです。なんかバターみたいなのイメージしましたけど全然溶けない。こちらはシアバター、よく見ますよね。はい、シアバターの最近流行りのバームに入ってる、うんうん、こちら多分こう触っていただくと、はい、体温でこう液状化するので、はいはい、ああ、はい、あ、でも本当になんかバームの成分を触ってるような感じですね。へえ。あ、でも無臭ですね。うん、はあ、はあ、はあ。シアバターっていうのか、なんか植物性由来の。あ、そうです。シアっていう植物の油です。はいはい、でこれもロウ。そうです。これもワックスによく使われる。これは逆に温度かけると、はい、こうすると粘土みたいに。ええ、ちょっと行ってみ。あ、本当だ。おお、柔らかい。面白い。パキッていかないんですね。そう、そうなんです。粘土みたい。で、髪の毛にワックスでつけた時もこう、
束になりやすい。はいはいはい。硬いっていうよりはこう、束ねる力が強い。束感スタイルとか、束感のある感じ。皆さんこれが原料らしいです。束感を作る。ね、すごい。これがこう溶かしてあのクリーム状になるんですね。そうなんです。へえ、面白い。めっちゃ面白い。これも同じくあの固形のセット成分なんです。これは逆にものすごく硬いので、はい、こう潰そうと思っても多分潰れない。お、なんか新しい。なんか触ったことないか。なんかビーズのような。そうなんです。もう。ええー、本当だ。なんかプチッとも言わないですし。そうなんです。そうなんです。砂糖とも違うような。面白い。すごい硬くなる。今日は。翔平さんもよくご紹介してくださっていた、はい、ピースを、はい、作ってすごい。でその後であの弊社 の、はい、その最新のワックスのダンスデザインチューナーのロッキンムーブに近い処方のものを作っていただいて、ちょっと違いを、なるほど、感じていただけたらなと思います。ありがとうございます、はいはい。こう全然もうワックスとは思えないですよね、この完成前のこれは。そうなんです、めちゃめちゃ硬い油になります。80度以上あるので、こちらで溶かして、はい、おー、なのでこちら、はい、はい、ちょっと溶けるのを、はい、だんだん混ざってきました。カップ麺待ってる時みたいなもどかしさあるね。すごい体験ですよ、これは。本当にさっきと同じように、はい、すごい、でも溶けてきたらさっきのあのローのやつでオレンジっぽくなってきてますね。分からなかった理由ももしかしたら。ああ、なるほどですね、はい、あるかもしれないです。ああ、本当だ、甘い匂い。うん、いい香りなんですね、これだけでも。すっきり系の香りにしたいときは、こういう甘ったるい香りが邪魔になって、香料を選んだりするときにちょっと難しかったりとかして、何回も検討を重ねたりとかしてます。はい、じゃあさっき僕の髪を切ったやつが、あの結果というか、あれが試験費用で取りましたっていうので、はい、そっちの方に行っていきたいと思います。どういう感じにね。なんていうか、一応ね、トリートメントとか結構してケアしてるから、ね、意外と綺麗かもしれないですからね。予想はね、まあでもなんかここら辺なんじゃないかなって。ケアしてるから、うん、もしかしたらここら辺行ってるかもしれないけど。でもアイロンもやってるし、ドライヤーもやってるし、そうだね、なんかどうなるこれではないと思うけどね。うん、根元の方から、はい、見ていきたい。根元、はい、はい、根元の方ですね。おお、え、根元ですかこれ。根元で、すごい、すごい。根元でこれですか。そうですね、結構あの、はい、痛まれてそれで言うと、さ、根元でこれですか。カラースカイって感じですね。はい、はい、もともとキューティクル少し、はい、弱いというか、あの薄いのかなっていうの。そうです。やっぱ髪柔らかい人ってそういう感じなんですね。そうですね。もう一つね、もう、はい、これは結んでない状態です。はいはいはい。これで見るとまあそうでもないかなっていうところがあったんですけれども、中間。中間。あ、これが。はい、あれ意外とダメージしてないじゃんっていうふうに、そうですね、あの見られたかもしれないんですけれども、そうですね、実は。キューティクルがほとんどない。ない。中間でもう。俺キューティクルない。ないんです、キューティクルが。ちょっと見て。てます俺キューティクルなかったんだ。マジか。はい、ほとんどない。これですって。もうマックスの手前ですよ。毛羽立ちがひどいな。見られるんですけど。ないってことがあるんですね。そうですね。キューティクルないにしてはなんか見た目良くないですか？ないにしては、これないそうです僕。すいません、美容師なのにキューティクルない。はい、でこれが結んでない状態ですね。これも中間になります。へえ。でここら辺にちょっと縦の亀裂がこう入ったりして。なんかすっぱだか見られたみたいな恥ずかしさがあるんですけど、なんかすごい恥ずかしくなってきたな、なんか。
毛先になります。まあ、毛先、まあ、中間から毛先に関してはまあ同じような状態で、なんですかね、ブリーチとかカラーとかアイロンでのセットとかを繰り返すとやっぱこうなっちゃう。まさかのキューティクルがないまで行くとは思わなかったですね。カラー控えたいと思います。弊社のダメージが少ないカラーもあります。あ、来てたので次の工程に行きたいと思います。はい、全然もうない。よいしょ、熱いですね。はい、じゃあ次に、はい、はい、あ、ちょっととろみが、そうです、なんかちょっともやっと、色が白くなってきた。そうですね、乳化してますね、これが。はい、ありがとうございます。じゃあこれで今乳化完了した状態になりました。はい、今はちょっとまだとろとろなのありますか。はい、ワックスってやっぱちょっと粘度があるものなので。そうですよね。はい、おー、すごい粘り気が。つまり pH を上げることで粘度が増すんですね。そうですね、ちょっと低かったので。これ入れちゃいます。はい、入れちゃって。はい、これを最初にやった人ってすごいですね。すごいですよね。どういう脳みそしてるんですか。すごい、もうめっちゃ硬くなってきました。あ、強い。原液だと、原液って嗅ぐと結構強いですね。いい香りですね。あ、いい香り。それだけでいいんですね。はい、香料ってじゃあ意外とかなり少ないんですね。そうですね。あの色を、あ、はい、あの今日はお付けいただこうかなと思います。なるほど、ね、こちらにあの何色か赤お好きなように入れていただいて色をつけてお持ち帰りいただけたらなと思います。ありがとうございます。ちなみにこの、うん、ロッキングムーブのあの色はもう本当にこのまま何もつけずにっていう、これで完成です、ね。はい、ダンスのロッキングがもうそのまま白。うんうん、わかりました。じゃあ、まあ翔平といったらね、紫っていうねイメージ皆さんあると思うので、じゃあ今日はこの青と赤、こちらを使って僕の配合の紫を作っていきたいと思います。これもどれぐらい入れるか感覚で少しずつ、はい、少しずつ試していただきます。じゃあまず青からやっていきます。ちょっとずつ。あ、結構ビビッドなんですね。一旦これで様子見ましょう。なんか31のアイスにありそうな。あ、すごい爽やかな感じ。これもこれですごくいいですね。なるほど、これででもこんなに色がつくんですね。クリーム色と青でちょっと緑っぽくなってると。もうちょっと青足そうかな。あ、ちょっと青っぽくなってきましたね。あ、でもなんでワックスでこれちょっとビビッとすぎるのかな。やらかしたかな、ちょっと。じゃあちょっとここで赤入れてみましょうか。難しいな、配合が。あ、近づきましたね、一気に。あ、いいんじゃないですか。うん、紫になりました。翔平カラーバージョンが出ました。おー、すげー、こんなことあるんですね。すごい、ありがとうございます。パッケージになりました。アリミのピース翔平バージョン、めっちゃいい色じゃない。結構なんか自然な、ね、うん、パープルって感じでいいよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、同じように乳化の、はい、ダンスのロッキンムーブを作ってる途中なんですけど、ピースと違ってすごいこんなに混ぜるものがいっぱいあるみたいですね。やっぱピースから10年ぐらいですか、新商品。そうですね、約10年ここに出て、やっぱ10年経ったから、やっぱこういろいろこうまた新しいこうノウハウだったりとかっていうのでこういろいろ配合が増えたみたいな。はい、ダンスのこのワックスを作るのは何回ぐらい試作を重ねたんですか。そうですね、かなり重ねていますね。はい、やっぱり200、300ぐらい、はい、それを毎日自分の頭で試したりだとか、1日つけてはシャンプーして、つけてはシャンプーして、つけて1日8回も10回もシャンプーをしたりだとか。それこそ顕微鏡で見たらもう今キュッキュッになってたじゃないですか。ダンスはあのすごくマイルドなんで大丈夫です。あ、なるほどですね。上手上手だ。アリミノさんの技術の結集ですね、これは。今から香り付けしていくんですけど、結構香りにはこだわりがあって、
なんか今までこう本当にさりげない香るか香らないか微妙なぐらいのワックスっていうのをちょっと作りたいなと思って、言われた規定量よりちょっと少なめでやってみたいと思います。こうなんかワックスによってスペックは何香りがみたいなのはよくあるじゃないですか。難しいですね、香りって本当に人によって好みが違うので。あ、ちょっと強くなりすぎちゃったな。ちょっと多く入れすぎちゃったな。まあ、さっき自然な感じの紫にしたんですけど、まあ、せっかくなんでちょっと映えを狙ったちょっとこうビビッドな感じにしたいなと思います。ちょっと好きな色なんですか？水色です。水色。じゃあ青単品でいきます。全部入れちゃいました。さてどうなることやら。うわすごい、なんでしょう、あのかき氷のあのシロップみたいな。うわ、ブルーハワイですね。すごい、好み分かれそうですね。ちょっと商品としてはあんま売れないかもしれないですね、これは。はい、ということで、こちらがアルミのピースのフリーズキープワックスの紫バージョンと、こちらがダンスシリーズのロッキンムーブの水色バージョンでございます。こっちはすごい攻めましたけど、こっちなんかありそうですよね、普通にね。これちょっと発売しましょう、これこれ売りましょう、これちょっと限定で。ありがとうございました。ありがとうございます。さっき本当に出来たてほわほわのこの自分で作ったワックスをあのセルフセットしていきたいと思います。あ、この感じすっごい懐かしい。本当に学生の時めっちゃ使ってたなっていう。香りも、うん、懐かしいです。ちょっと片側ずつやっていきます。これですよ、これ。このセット力ですよ。もう懐かしいって感じですね、本当に。香りから何から、なんかセンターパートにも全然使えますね。で、これ最近ね、発売してすごい広いになっちゃってますけど、ドロキムーブ使っていきます。ファイバーっぽいこの伸びがね、うん、ピースもすごいいいんだけど、なんかロッキンムーブはすごい伸びがありつつもしっかりなんかセット力のある質感だなっていうのがすごい印象で、最近流行ってるこういうちょっとサラッとした髪にもなんか扱いやすいし、立ち上げにも使えるしみたいな感じ、すごい万能なワックスって感じですね。はい、ということで今回はアルミノさんの研究所見学と実際にワックスを作らせてもらうっていう体験をさせていただきました。いやー、もうね、本当に普通に美容師やっててね、こんな経験できることはないですし、なんか本当にあのピース、これ一番紹介、最初に紹介したやつ、これを本当になんか原料からこう作らせてもらえることができるって本当になんか感慨深いなっていう感じがしました。もう本当にね、めっちゃいい商品いっぱいあるので、ぜひね、皆さんもアリミノさんの製品手に取っていただければと思います。アリミノさんとこうやることになったのも、実はね、あの僕が、通ってた早稲田美容専門学校の先生やってたんですよね。はい、竹本先生が。 そうですね、そっからこっちに来たって感じですか？そうっていうので、そういうご縁があってね、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの、山ごもりはまだしてるんですか？山ごもりは今子供がまだちっちゃいので。え、子供いらっしゃるんですか？実は。え、ありがとうございます。いつでも今もう2歳半にはなって。そうなんですね。じゃあもう一家の大黒柱が山こもっちゃダメですね、もう。そうなんです。なるほどですね。いや、久々に会えて本当に良かったです。とっても嬉しかった。ありがとうございました。